ただですね、その電話が来た瞬間私はチャンスだと思いました声のトーンからして大家さんかなり焦っていたのでこういうピンチの時にすごく優しくして親切にしてすごく分かりやすく言うとオンを売っておくことによってその次の段階として管理委託契約を進める時に相手が断りにくくなるんですこれを知っていたので私は分かりましたじゃあすぐ行きますと言ってもう店を閉めていたんですけども、まあ、店はそのシャッター閉めた上で会社の車でその物件まで行ったんですそしたら本当にやっぱり警察来ててですねそのマンションっていうのは大家さんが1階に住んでるんですで他が になっててさんんの自宅と一体型にななっっているようなマンンションだったんで,す、ね、で、すねで泥棒に入られたっていうのは、大家さんの自宅のところに泥棒が入ったっていうことで、大家さんが通報されたんですけども、結局警察とか来て、いろいろ事情聴取したりとか、いろいろ入居している方なんかにもですね、一部屋ずつピンポンと押していって、警察の方はいろいろ聞いたりしたんですけども、結局ですね、手がかりがつかめなかったんです。ただ、取られたものがですね、な何を取られたかはよくわからないんですけど、そんなに高価なものを取られたというわけではないということで、とりあえずその場は収まったんです。一応警察